こんにちは、みずきです。今回は新しくシゲカのコスメをゲットしたので、そちらをご紹介していきたいと思います。はい、というわけで今回ご紹介していくものがこの2つ、結構有名なシゲカの UV スキンプロテクションと UV スキンパーフェクション、下地と BB クリームです。でこれなんですが、実はこれ買ったわけじゃなくて、前に3月のお気に入り&可愛すぎる雑誌の付録紹介っていう動画で大人ミューズという雑誌を紹介しました。その大人ミューズの雑誌の企画で3周年なのかな、なんか記念でプレゼント企画があってました。なのでそちらに応募したらこれ当たりました。まあ洋服だったりアクセサリーだったり化粧品だったりいろいろあったんですが、ずっと私これ気になってたのでこちらに応募したんですが当たったので、今回はこちらの2つをご紹介していきたいと思います。はい、というわけでシゲタは、まあ、デパコスに入るのかな、 100% オーガニックのブランドです。今回初めてかな、オーガニックの化粧品を使うんですけど、というか使ったんですけど、使った感じもうめちゃめちゃ肌に優しい感じがしました。まずこちらの UV スキンプロテクションというベースです。これ結構人気な商品で、私もずっと気になってたものです。でここにちょっと記載があるんですが、これは開封してから半年6ヶ月持つということなんですけど、まあオーガニック商品なので保存料とかを使ってないので、まあ妥当かなと思います。 SPF25 の PA3+、 化粧品の中で3+は結構高い方かなと思います。出してみるとこんな感じです。で伸ばすとすごい、まあ、クリームみたいな感じのベースで、伸びもすごい良かったし、本当に肌がワントーン上がって、結構ね保湿も良かったなと思いました。ちょっと出しすぎた。はい、こっちつけた方なんですが、すごい透明感が出ました。ちょっと匂いが私びっくりしたんですけど、オーガニックだからか結構柑橘系の匂いもするし、ハーブみたいな匂いもしました。私は全然気にならなかったんですが、まあ好き嫌いはちょっと分かれるかなっていう感じの匂いです。そして次こちら UV スキンパーフェクションライトベージュということで、こちらは SPF30 の PA3+ ということで、こっちも UV 効果がすごいあるなと思います。出してみるとこんな感じのテクスチャーです。 BB クリームなので、まあ結構ベタベタっていうかもったりしてるのかなと思ったんですけど、全然そんなことなくて伸びも良かったです。はい、ここ塗ったんですが、しっかりと保湿もされていい感じでした。まあライトベージュなんですけど、見た感じ結構暗めに見えるんですけど、塗るとそうでもなくて、明るすぎず暗すぎずちょうどいい感じでした。で匂いはベースと同じ感じの匂いでした。で私結構肌が弱くて、化粧すると肌が赤くなったりすることがあるんですけど、全くそういうのがなくて、痒みとかも全く感じず、さすがオーガニックコスメだなと思いました。でこの2つなんか口コミとかでこう肌に塗るとモロモロが出てくるっていう口コミが結構多くて、まあ、ちょっと心配だったんですけど、私はモロモロは全然出なかったです。どうなんだろう、肌に合うか合わないかで変わってくるのかな。なのでまあ本当に私の肌にはすごい合いました。こうプレゼントでもらったんですけど、かなりいいベースに出会えたかなっていう感じです。まあ2つとも買えば3000円台なので、まあリピートもありかなっていう感じです。まあ使ってみて思ったのは、やっぱり肌が弱い人はこういうオーガニックのものを使った方がいいのかなと感じました。なので肌が弱い方、そんなにね高すぎるわけではないので、すごいおすすめかなと思います。今度またこれメイク動画で使います。はい、というわけで今回はシゲタのコスメをご紹介させていただきました。今日もご視聴ありがとうございました。では